画の公開が1月30日になります。公開記念イベントということで、レッドカーペットリムジンの扉が開きました。舘ひろしさん、柴田恭兵さんの姿が見えました。さあ、そして浅野温子さん、中村徹さんの姿も皆さん確認できましたでしょうか。どんな映画になりましたでしょうか。最初の危ないデカ、その絵に戻りたいな、原点回帰したいなっていう気持ちで、脚本とか監督とか、今回初めて監督、プロデューサー、脚本家、それと京様と僕と、映画を作る前にミーティングしたんですね。で、やっぱりその僕としては原点に戻った危ないデカができたという気がしたんですが、ただ温子のところだけはなんかそれとは全然別に突然ドワッと温子が入ってきて、そのままドワッと去っていくという、まあそれはちょっと、私としては予想外でしたけれども本当は僕は70過ぎてからやりたいなとずっと思ってたんですいや70過ぎたら多少なんか言い訳もできたりとか、なんか舘さんがセリフを覚えられなくてもまあしょうがないかなという思いがあったりとかでもこの年でやれて舘さんちゃんとセリフを言えたし僕もなんとか走れたし、すごく楽しかったです。本当に楽しかったです。原点に戻って、原点って何って危ないデカの原点って何みたいなところで、私はやっぱりやっぱゆるいところだと思うし、なんて言うんでしょうね、まあやってることは辻褄が合わないことばかりだし、リアルじゃないし、でもやっぱりそれを危ないデカだからねって言って、みんなが反対にすごくそれで力強くそれを認めてくれ、認めさせられちゃうっていうところが原点なんじゃないかなっていうふうに私は思って、私なりに、演技を一生懸命真面目にやってたら、ダーってやってダーとお前だけがブルドーザーの何かをなぎ倒して帰ってったみたいなことを言われるから失礼だわと思うし、お洋服だって私だってそれはそれなりに考えてね、考えてちゃんと作ったのに、そしたら監督にお願いだから一着だけちゃんとしたのを着てって泣いて頼まれて、そうね、じゃあ一着だけならいいわって言ってあとは好きなようにやらせていただきました。浅野さんとともに帰るべき原点はどこだったかしらっていう感じすっかり見失っている状態だったんですけど、まあ強いて言うならば、僕が今回ここに帰れと言われたのは、中条さんがここにいましたっていう、課長の席に残っている中条さんの匂いというか温かみというか、それはだったのかなというのを、実は演じている時は全く意識していなかったのに、完成したものを見た時に、なんか僕が全く意識していなかったものが町田徹からちょっとだけ匂うって、それはなんとなく不正のような。俺全然感じなかったけど。え俺全然感じなかったけど。そうですか僕は感じたんですけど、自分に甘いですかね。甘い彼らのパワーっていうか、もうまだこんなことで、舘さん僕よりちょっと上ですから、こんな動けんのかよって言って、もちょっとびっくりですね、うん、僕なんかもう絶対無理だし、注射でも打たない限りも多分無理ですこの作品だけしかこう出演してはいないんですけれども、今まで見た中だったりとか、今回一緒に撮影させていただいたりとかしている中で、なんかすごく本当に多分本当に終わってほしくないなっていう気持ちがやっぱり一番強いですね。